アメリカ陸軍航空隊の y c 3 0カーチス T-30 にコンドル、カーチスライト社が製造し、アメリカの民間航空で使用されたほか、陸軍で洋人輸送用に用いられたほか、輸出用の爆撃機にも改造された。二長間の総発服用機で、基金混合構造の機体。本機の開発は1931年より開始された。 服用に、ハフバリという時代から考えるといかにも、旧体依然とした、機体構造であるが、その背景には、当時のカーチス社の社内事情があった。不況のため閉鎖されていた同社のセントル、T-32 の形式名は、輸送機を意味する T と、ペイロードが3200リットル B の予定であった、ところから取られている。コンドル2のネーミングは、同社製で陸軍に、 B-2 爆撃機コンドルとして採用され、民間機として回収された、コンドル18の後継機をアピールするためのネーミングで、技術的には直接の関係はない。エンジンは、空冷のライト SCR-1820、回三サ,サイクロンが採用された。機体構造こそ旧式だったが、細部には、工夫が凝らされており、 下翼に装備されたナセルの中には引き込み式の主脚が設けられ、必要に応じて大型フロートを装着可能だった。また、客室の防音性を高めるためにエンジンナセルを胴体より離し、補機もエンジン後部にまとめておいている。胴体各部にジッパー式の点検パネルを備えて、簡単に開閉可能で点検がやりやすいのも特徴の一つであった。プロペラは、 カーティス連動可変ピッチ3羽根だったが、AT-32 から、ハミルトンスタンダード油圧可変ピッチ3羽根になった。1933年1月30日に、初飛行し、原型機は21機が製造された。乗客12人の信頼機として製造され、イースタイ航空とアメリカン航空に就航し、3年間にわたって、夜間旅客輸送に使用された。 12名用寝台は12名用座席と交換、または混用可能で、このためにコンドル2は旅客機で最初に寝台を設けた機体としてタイトルホルダーを有することになる。2機がアメリカ陸軍航空隊に購入され、用人輸送用に YC-30 として使用された。燃料タンクを増設し、固定客にしてフロートやスキーが取り付けられるように改造された機体が、 リチャードバードの1938年の南極飛行に使用された AT-32 の機体はプロペラ交流を改善する目的でエンジンナセルが後方へ延長改造された AT-32C は昼間専用機でスイス航空が導入 AT-32D は同様に寝台機から15座席の座席仕様にされた機体である 4機がイギリスに輸出され、イギリス空軍で使用された。胴体の先端と、胴体上部に重座を設けた、輸出用の爆撃機使用 BT-32 が8機と、胴体に大きい貨物ドアを設けた、アルゼンチン空軍向けの軍用輸送機使用 CT-32 が製作された。コロンビア空軍向けの3機は水上型で、フロート付きである。爆走は、 胴体と主翼化2860リットル B。基準は7 6 2ト、mm、ル単装である。アメリカ国内の航空会社では1936年末にダグラス DC-3 と交代して早々と引退したが、輸出型は1940年代まで使用され、特に海軍機型 R4C-1 は1941年まで現役であった。 7.62ミリ機関銃5超爆弾7 6 2キログラム。ありがとうございます。